ご苦労。お前、来てたのか。あいつは朝の。よかった、無事だったのですね。さあ早く、安全な森の入り口へ。故郷の危機に駆けつけたか。大した出世じゃないか。え？釣り針に餌もつけられなかったお前が。それに比べてこの俺は、一生偏僻な村のカジュアリティーズか。
いや、もう俺も以前の俺ではない。黒き侍の本を読んで目が覚めたんだ。黒き侍ですって。残念ながら東の帝国はラグジュアリーズどもの所有物だ。自分らに都合のいい競技をこしらえて、俺たちには知識や情報を与えず、無垢な俺たちをずっとこき使ってきた。ラグジュアリーズなんていらねえよな。実際に働いてんのは俺たちなんだから。会話の途中にごめんね。すぐ近くに悪魔の反応があるわ。気をつけて。まさか。なあ、お前だから話すんだぜ。俺さ、目が覚めたらさ、悪魔になっちゃったよ。なあ、俺は侍になれなくてすごく悔しかった。でも黒き侍がくれた本を読んだら元気が出たんだ。楽しかった。生まれて初めて何かに夢中になれた。そして憎悪が湧いた。俺をこんな風にしたのは全部ラグジュアリーズのせいだってな。やがれ。どうしたラグジュアリーズども、この程度がお前らの全力か。散々見下してきたんだろう。力の限り踏みにじってみろよ。お前、目をそらすなよ。この俺の惨めな姿から。なあ、お前の本心を聞かせてくれよ。侍になれて心までラグジュアリーズに染まったのか、それともまだカジュアリティーズのつもりか。嘘だろ。気休め言うな。そんな、じゃあ俺は一体何を。本気なのかお前。あいつはもう人間じゃない、悪魔になっちまったんだぞ。お前は優しいふりをして現実から逃げようとしてる。お前の手で楽にしてやることが何よりの優しさじゃないのか。なあ、これ以上俺を苦しめないでくれよ。へっ、悪いな。そこにいるのは
お前なのか。覚えてるか、村の使いで初めて帝城に行った日、誓ったんだ、絶対侍になると。帝のことに、あの思い出の場所でな、立派なお侍さんになって、この世界変えてくる。お前、とどめを刺すのに戸惑いやがって。奴の苦しさは痛いほどわかる。俺もカジュアリティーズだったからな。だがお前の優しさごっこのせいでこっちがやられたらどうする気だ。そんな言い方があるか、ワルタ。彼の気持ちを察してやれ。僕は彼の選択は正しかったと思うよ。優しさをなくした人間なんて悪魔と一緒だ。うん。侍諸君に次ぐ、こちらはホープである。吉祥寺の森の神王にて黒き侍を目撃したとの情報あり、この通信を受け取った者は黒き侍の捕獲を最優先とせよ。黒き侍の外観は漆黒の鎧をまといし人型だ。この通信を受け取った者に繰り返す。黒き侍の捕獲を最優先とせよ。クエスト、いい感じに進んでるみたいね。マスのいでたち、黒き侍と見て間違いなさそうね。それにしてもあの奇妙な姿は何だ。あんな鎧や兜は見たことがない。そんなに怖い顔しないでちょうだい。私は求めるものを拒みはしない。その声、女か。あなたたちはどんな本がお好み？知識と知恵を与えてあげるわ。あなたを捕獲するよう命じられている。おとなしくなさい。どうして私が本を配っているのか知りたくない？釈明ならば帝城で伺おう。かわいそうな子たち、この国が歪んで偏っていることに気づくことも許されていないのね。だから私はみんなに本を配り、知恵と知識を与えてあげているのよ。それがいけないことかしら。脳がきゃいい、一緒に来いと言っている。あなたたちは知恵と知識がないから私の言葉が理解できないのね。地下へいらっしゃい。地下？何を言っているの？じゃあね、あなたたちのお相手は娘たちに任せるわ。こいつ、悪魔を召喚しやがった。また会えることを楽しみにしているわ、東の帝国のお侍さん。いいね、また会うこと。待ちやがれ。ワルタ、
今は目の前の敵に集中を。みんなも警戒を。何か来る。気をつけて。頭の中がかき乱される。おかしくなりそうだ。みんなどうしたというの。私は何ともなくてよ。そうか、これはチャームの術。いや、お目覚めかい。あの子が君に会いたがっていたよ。ここから東へ向かうといい。私はみんなのために蘇らなくてはいけない。ねえ、私を蘇らせてくれる？気がついたな。よかった。あなた、いくら声をかけても全然起きないんですもの。不覚だ。先ほどの女の子悪魔に僕ら男性陣は気絶させられたようなのだ。僕とワルターもメロメロだった。イザボーの声で目が覚めたのさ。あなたたち殿方っていざという時にだらしないのよね。新米諸君に次ぐ。こちらはホープである。黒き侍との交戦履歴を確認した。戦果を報告せよ。では一部始終を見ていた私が黒き侍を発見し捕獲を試みるも不意に悪魔を召喚され取り逃がしました。悪魔を。詳細を聞かせてもらいたい。直ちに森の入り口に帰還しろ。新米諸君、ご苦労だった。早速だが報告を頼む。そうか、黒き侍とは悪魔召喚の心得があるもの。そして黒き侍の本を読んだ者が悪魔と化す。近頃奈落の外に悪魔が出現する例が増えている。黒き侍の仕業とすれば合点がいく。ウーゴ殿の読み通りか。なあ、本を読んだ奴が悪魔にってことは、あの森をうろついてた悪魔は全部。し、彼に聞こえる。お頭、吉祥寺の森をくまなく捜索しました。もう森には生存者の姿も黒き侍の姿もありません。そうか、わかった。クエスト達成、お疲れ様。
侍の諸君に告ぐ。医療班の者は引き続き生存者の治療に当たれ、それ以外は帝城へ帰還の後解散とする。貴様は特に十分な休息を取っておくように。また会えたな。お前もうすうす気づいてるんだろ、この世界がもうダメだってことを。全てをぶっ壊し、俺と一緒に新しい世界を作ろう。早く誓え。疑心暗鬼はいけないよ。君は一時の気の迷いで父や母が築き上げた今日を壊すのか。僕らは今日という名の安寧を明日の子供たちに残してやらねばならない。地下へ行ってはダメだ。侍諸君に告ぐ。こちらはホープである。至急アキラ像広場に集合せよ。重要な連絡がある。繰り返す。至急アキラ像広場に集合せよ。